木下隆は、フランス料理の日本人シェフ。2002年に、都府津、2015年に、シャトードクルバンの総料理長となった。2018年には、ミシュランガイドフランス版にて星を獲得した。国際エスコフィエ協会、フランス本部制会員、群馬県立林市に生まれる。幼い頃よりものを作ること、特に食に大きな関心を持つ。 魚屋になることに憧れ、13歳の頃に鮮魚店を見習いとして手伝い、築地市場にも通った経験がある。料理への興味が高まり、調理師学校への進学を目指すが、教員の両親から反対を受け、最終的に主席卒業することを条件に認められる。1999年、小田調理師専門学校を卒業後、フランス料理の名店、 ビストロビゼンにて修行を開始する。調理師学校は、主席卒業で両親との約束を守った。2002年ビストロビゼン、アダチミシェフの紹介で、フランスにジョン氏の高級レストラン、プレオクレールシェフ、ジャン、ピエールビューの下で8年間研鑽を積み、うち4年間は、数ーシェフを務める。2009年、ビューの紹介を受けて、 ベルギーのプライベートシャトーであるシャトー・ダッソンビルに展示、副料理に就任する。2010年、長男の誕生に合わせて、南フランス、ベゾン・ラ・ロメーヌにあるレストラン、ムーラン・ア・ユイールに副料理として就任、オーナーシェフ、ロベール・バルドーの右腕として働く。バルドーは1979年の MOF 受訓者だった。この時期より料理コンクールに挑戦を始める。2012年に、 一旦、バルドーの元を離れ、北フランス、リール市のホテル家事のバリエールでメインガイニング、オードリール、料理長に就任する。2013年、バルドーの元に料理長として戻る。その後、バルドーが死去する2014年末まで務めた。2015年北ブルゴーニュ地方、クルバン村にある、シャトードクルバンに総料理長として就任する。同年、アランデュカスグループより、 グランターブルに認定される。また、ガイドブック、ゴエ・ミヨや、ミシュランガイドフランスに掲載される。2017年に、ガイドブック、ゴエ・ミヨフランス版の、若き才能2017を受賞する。また、ブルゴーニュ・フランシュ・コンテ地方の、最優秀レストラン賞を受賞した。2018年、ミシュランガイドフランスにて一つ星を獲得する。2019年、 国際エスコフィエ協会、フランス本部に、正会員として加入した。a b 卒業生の活躍、小田調理師専門学校、ABCDEFGHIJKL 機能した、高市。シャトーデカーベン &SPA ニュクス機能した、高市独立を目指すことだけが、シェフの最終目標ではない。インタビュアー、石黒陽子。 https://fodion.net スラッシュインタビュースラッシュ tak-e-a-s-h-i-k-i-n-o-s-h-i-t-a ラングイコール j-hat 日本人シェフ新たに二人に二つ星ミシュランフッツ版中日新聞2018年2月6日付夕刊三面シャトーデカーベンごえみよありがとうございます